Amazon 悪い評価削除できるのか初心者がやりがちな危険度満点の削除依頼ということですね、えー。この悪い評価の削除。自然に Amazon、えー、の画面に従うと、えー、非常に間違えた危険な削除申請をしてしまいます。まずね、悪い評価ついたところで確認します。そうするとね、このレスポンスとレソルブっていうのがあります。ここ,こ,こからは、えー、削除申請しません。解決しないです。 でここはね、オーダー ID だけを控えて、えー、別の場所から削除申請します。でちなみに、これね、えー、リソルブを押すと、まあ、こういうふうに結局ね、えー、購入者に連絡する、あるいはこの評価に返事するという画面しかなくてね、要は、えー、売り主が購入者と解決しろというようなね、誘導がされてしまいます。でまあ、この画面からやるとね、 まあ話がこじれたり、まあ、あなたに不利なやり取りが Amazon に記録されたりします。まあ、何しろ FBA を使って売ってるわけですからね、ちゃんとした商品を入れてんですよと。ね、で、まあ、どういう状態で届いたか、まあ、購入者の方から見たらね、えー、気分の悪いやり取りになるか、あるいはね、えー、じゃ返金しますと言ってね、返金したり、新しい商品を追加で送ったりして、購入者が満足すると。まあ、満足して良い評価をつけたらね、 お金払って良い評価をもらってるというね、えーいうまあ、めちゃくちゃですよね。誘導、えー、尋問じゃないですけど、まあ、地雷原に誘導されてしまうという危険があります。で正しい、えー、評価の、ね、入り口はヘルプです。このヘルプから、えー、このタグ出てきてですね、そこでコンタクトアスをクリックします。でセリングを Amazon クリックして、この画面出てきますんで、 カスタマーオーダーズをクリック。で、削除申請したいオーダー ID を選びます。でね、割り評価の削除依頼をするオーダーを選んだら、次に理由を選ぶと。ねで、理由を選んで、えー、削除申請すると、削除申請を受け付けましたとなります。で、この時ね、正しい理由を選ぶと数秒で削除されます。あるいはね、理由を選ぶ前に、えー、購入者の まあ、書いてる内容によってはそのまま削除されることもあります。まあ、いずれにしても、えー、正しい理由を選択して、えー、削除を依頼するとほとんど削除できるとで。削除できなかった場合もその後のやり取りで削除できるという可能性が非常に高いんでね、えー、悪い評価の削除は積極的にしてください。 また、アマゾンのこのね、削除依頼の運営方針とか、えー、何か画面操作の方法と変わった場合はですね、えー、メルマガなどで、あるいは動画でお伝えしてますんで、YouTube のチャンネル登録、あるいはメルマガ登録の方をよろしくお願いします。以上、転売を堀秀夫でした。